ちは、デリスキッチンです。フライパンビビンバを作っていきます。まずフライパンにごま油と豚ひき肉を入れて火が通るまで炒めていきましょう。火が通ってきたら焼肉のタレも加えて煮詰めて水気を飛ばしていきます。違うお皿にお肉を移したら、ごま油とご飯をフライパンに敷き詰めて、ナムルと先ほどのお肉を加えて真ん中に卵を落としましょう。できたら蓋をして中火で加熱していきます。ご飯が焼けてきたら焼肉のタレをかけて完成です。いかがだったでしょうか。ありがとうございました。